シャンプランコとジョージコの位置関係。ジョージコの北にフランス軍が駐屯していたカリオントリデが見える。1757年の漢字記の戦いはフレンチ・インディアン戦争中の1757年1月21日に起きたロジャーズ・レンジャーズとフランス・インディアン同盟軍の小規模の戦闘である。ロジャーズ・レンジャーズの兵が漢字記を履いていたためこの名がある。 ロバート・ロジャーズと兵たちは1月21日にシャンプランコに面したカリヨントリデで偵察遠征を行いフランスの正規軍とヌーベルフランスの民兵そしてインディアンによる混成軍を待ち伏せしていた辺りが暗くなり始める頃戦闘は終わり両軍でそこそこの死傷者が出たフランス側はイギリス軍は冠機を履いていたため雪の上の戦いに かなり有利であったと主張している。1754年にアメリカ大陸のイギリス植民地とフランス植民地との間でこの二つの辺境をめぐっての領土争いからフレンチ・インディアン戦争が勃発し、翌1755年には本国の正規兵を派遣するまでに白熱化して行った。1756年にはフランスは辺境地帯の戦いの大部分で、 イギリスに連勝した。この連勝中での唯一の特筆すべき敗戦は、シャンプランコからのフランスの南進を阻止した1755年のジョージコの戦いである。サンフレデリックトリデとカリオントリデを拠点に、フランスとインディアンの同盟軍は、ジョージコとその上流のハドソン側への偵察と調査を行っていた。イギリスの方は、インディアンとの同盟関係は、 さほどのものではなく、レンジャーの偵察力と情報収集能力に援助を仰いだ。これによりレンジャー組織が作られ、ロバート・ロジャーズが指揮官となり、最終的には、ロジャーツ・レンジャーズとして知られるようになった。ロバート・ロジャーズの創造が1757年の冬、ロジャーズと2、3のレンジャー部隊は、ジョージ湖の南端にあるウィリアム・ヘンリー・トリデと、 ハドソンガー上流のエドワード砦に駐屯していた。この二つの砦は、イギリス領ニューヨーク植民地と、ヌーベルフランスの間の境界を形成しており、主に第44不評連隊と第48不評連隊の部隊によって守られていた。指揮官のロジャーズは、1月15日にエドワード砦から、偵察遠征隊を率いて出発し、ウィリアム・ヘンリー砦に立ち寄って、 ブッシュと、漢字機と、人員の補充を受けた。1月17日、総勢86人の遠征隊は、ウィリアム・ヘンリー・トリデを出発し、氷結したジョージ湖を目指した。翌日、12人が負傷で帰還したが、それ以外の兵は期待進軍を続けた。1月21日、彼らは、シャンプランコガンのカリヨン・トリデとサンフレデリック・トリデの中間点に到着した。 フランス軍がソリを古城に滑らせ、セントフレデリックトリデを目指しているのを見て、ロジャーズは大佐のジョン・スタークと何人かの兵に彼らを迎え撃つように言った。しかし、古城のソリはかなりの数で、しかも、スタークの兵が森に退却する前に敵に見つかってしまった。ソリはカリオントリデの方向に向かっていた。ロジャーズの遠征隊はソリを追ったものの、 ほとんどのフランス兵に逃げられてしまったが、7人の兵を捕虜にすることに成功した。ジョン・スターク・クロジャーズは、捕虜のフランス兵から、フランスとインディアンの部隊が、カリオントリデに着いたばかりで、カリオンとサンフレデリックの2つのトリデで、正規兵が1000人駐屯していることが分かった。古城を逃げていったソリの兵が、自分たちのことで警戒を強めているであろうとの懸念から、 昨日夜営したところに、直ちに兵を戻した。ロジャーズと参謀たちは、ロジャーズの二十八の心得に基づき、行きと同じ道を通って戻ることを良しとしなかったが、この時はそれを変更せざるを得なかった、急を要したのと、雪が深く積もっているためだった。午後早い時間に、彼らは野営地に戻って、休息を取り、そして南に向かった。ロジャーズが迎え撃った。 物資後相談の指揮官ルイは、カリヨントリデに戻り、中東部隊の隊長である、ポールルイド・ルシニャンに、警戒態勢を取らせた。ルシニャンの報告書によると、ラングドック連隊の90人の正規兵と、90人の民兵及びインディアンを、大尉のバスロードの指揮のもと送り出したとある。インディアン兵の大半は、オタワ族で、彼らの指揮は、ブラドック遠征の際の指揮官の一人であった。 シャルル・ミシェル・ドランラードに委ねられていた。漢字気をつけた人々、ロジャーズの兵たちは、待ち伏せの体制に入った、ロジャーズ自身の見積もりによれば、敵兵は250人だった。奇襲の準備はほぼ完璧で、フランス軍のマスケット銃の火薬が湿って、不発となるようなことがあれば、ロジャーズ・レンジャーズには願ったりかな、たりだった。レンジャーズの死んりを務めていた大佐のスタークが、 自分の兵と共に高台に守備陣を張った前線の兵が退却してきた時に援護射撃をするためのものだった。彼らが退いた後、ロジャーズは捕虜を殺すように命じた。そうしないと兵が自由に動き回れなかったからである。戦いは数時間続き、日没の直後、互いに相手の姿が見えなくなってから終わった。ロジャーズはこの戦闘で、 頭と手の二箇所を負傷した。フランス側は、この時のフランス軍は、不利な立場にあったと述べている。なぜならば、フランス軍は漢字機を履いておらず、膝の深さまで積もった雪の中で、動きが取れなかった。辺りが暗くなり始めた頃、ロジャーズは6マイル退却して、ジョージ湖に戻り、スタークと二人の兵衛を、ウィリアム・ヘンリー・トリレーの援助に送り出した。1月23日、 ロジャーズは健康な兵48人と負傷者6人とを連れてウィリアム・ヘンリー・トリデに戻った。フランス軍のルイアントワーヌ・ブーゲンビューは戦闘中に捕虜となった。ロジャーズ・レンジャーズの兵からイギリス軍の兵士や物資はオールバニからウィリアム・ヘンリー・トリデに配備されていることを知った。他のイギリスの捕虜はインディアンの奴隷になった。2年近い奴隷生活を送り、 ミシシッピー側まで移動させられ、1758年の11月にオールバニにたどり着いたトマス・ブラウンは、自らの体験を生々しく綴った冊子を出版した。また、この漢字機の戦いとほぼ同じ戦いが、翌年にも行われ、この戦闘でロジャーズは殺されかけ、レンジャーズの兵の多くが戦死した。ありがとうございます。